お墓です。時代遅れです、その考えも。誰も伝えない。嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。都市伝説のコーナー、イエーイ。よっしゃー、やった。怖い都市伝説に詳しい方、関川淳です。おーい、関川淳。自己紹介始める。怖い都市伝説一つも知らない田村さんです。どうも、都市伝説に詳しい民権です。人間じゃねえだろ、お前。なあ、最後つまんねえ都市伝説発表してよ。宇宙都市伝説なんですけども、宇宙都市伝説ってさ、結構今までさ、何回かやったじゃないですか。ね、なんか、スケミイラになった宇宙人とかさ、宇宙人めちゃめちゃ細かいところにフィーチャーしていた都市伝説を多く喋ってきたと。今日はそういう感じとはちょっと変わって、ちょっと広めに行こうかなというと。なるほど。数学をね、小学生学ぶときに因数分解しますかっていう話。あー、する、あ、しない。しないです。そう、まずは九九数えんかいっていうことで。まずは足し算しようか。足し算、まずは足し算。宇宙人が実在した証拠5000。おー、これをちょっとやってみよう。まあ、一つ目はイントロダクションということで、宇宙人の捕獲に成功した映像がありますので、海外でね、そういう動画が一本公開されまして、それがもうね、また切った。え、そうなんだ。俺もね、だから熱いって言った。え、だから言ったんだ。あれ、なんで消えたん。最近マジか、撮影そっち始まったら消える。いたずらしてんの。ガチやばいよ。エリア51、エリアフッテージって英語で打てば、まあテロップにここら辺に書いておくから、これを検索すれば今でも見れます。まあこんな感じなんだけど、これは怪しいわ。怪しいね。結構信じる人が増えたんですよ、この動画をきっかけに。なんで。これなんでかって言ったら、そのエリア51で撮ったものって、あのアメリカが発表してて。あ、もうアメリカが発表したの。そう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 。まあそこが発信したから、結構本当なんじゃねって信じる人が増えて、めちゃめちゃ世界中でバズった動画です。まあ1本目はこれですよ。はい。主に紹介していきたいのは2つ目からですね。これジャブ。これはイントロダクションです。イントロダクション。ジャブではない。まあジャブでもいいです。いや、こだわり持ってや。2つ目、これでございます。はい。もうこれね、いや結構有名なんだけど、ストーンヘンジっていう石です。はい。紀元前2000年とかから建ってるってされてる建物でございます。へー。あ、もうそんな昔から。この場所から約250キロ離れたところの岩とめちゃめちゃ性質が似ていると。だから250キロ離れたところからわざわざ運んで作られたんじゃねえかっていうのが一番有力な説でございます。一個一個の平均が4トンなんですよ、岩。4トン。これはちょっと巨人いましたね。そうそうそう、めんどくさい方向に行くね。いや、でもそれがね、あらがち間違っていないという。え、神話ができたのが、その本当もう2000年前とかよ。その時の神話に書かれてるんだけど、はい、魔法使いがまずいて、その魔法使いが巨人に作らせたんだって。あの、ちゃんとした神話に書いてあるんですよ。まあ巨人とかはさ、結構ふざけてるけどさ、普通に考えてほしいのが、2000年前の神話の人々がよ、魔法使いが巨人に作らせてるんだって言ってる時点で、2000年前の人ですら作り方知らないっていう。だからこれどんだけ昔にあるのっていう話。確かに。だからこれね、宇宙人お得意の UFO、 ふわふわふわって浮いて浮かばせてこれ作ったんじゃねって言われております。なるほどね。じゃあ3つ目。はい、ミステリーサークル。いや、ほんとすごいよね、ミステリーサークル。いや、これはほんとにすごいですよ。1960年代にイギリスで発見されて、どん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 80年代とかになって、もう世界各地いろんなところで見つかるようになったと。これだからちょっと思ったんですけど、足跡じゃないかって、巨人なんじゃねえか。いたずらでね、作ってる人がいろいろ多いんだけど、うん、まあでも一番最初にできたのは本物らしくて、まあだから偽物がこう多くなりすぎて本物が霞んじゃってるパターンですね、これは。でね、これがやばい、このミステリーサイクルがやばいから。何。こちらです。これです。もう完全にこれ宇宙人でしょ。カードみたいになってる。まあそうだね、なんかカードみたいな。効果書いてない。これどことかわかんない。これはね、イギリスですね、これも。イギリス、イギリスだよ、やばいな。ちょっと調べていいですか。お、神出鬼没の覆面絵描き、バンクシー。うん、イギリス人。バンクシー
シー囚人だったんだそこバンクシーなのこれそうだったんだそれでは4つ目です、はい、レンハイコールで出ました出た出動元気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 が入れてる入れ墨どうでもいいねあーそうなんだいやこれはすごいよねそうこれナスカの地上これやばいねこれクソでかいんでしょこれめっちゃでかい半端じゃないんでしょできたのが約2000年前とされておりますこれ何でできてるの明るめの砂を持ってるだけですこういうのとかうわあそうこれ知ってるこれ知ってるそう これとかもう完全にでかいこれもめちゃめちゃでかい当時の人々っていうのはこの宇宙人をその神だと思ったらしいの神様へのその敬意を称して作ったらしい宇宙人の知恵を借りながら結構さ、まあ、ベタなところを言ってるじゃないですか、うん、でこんだけ結構ベタなとこ言ったら残り1個はなんとなく予想できちゃわないですかアポロですアポロじゃありません違うかよありませんピラミッドなんですねピラミッドなんですよいやこれすごいわそうじゃあノリさんに聞きたいんですけどじゃあそこに小学生が歩いてました、うん、小学生が、うん、ノリおじさん、うん、ピラミッドって何って言われました、うん、これなんて教えますか、うん、おじさんじゃないおじさんじゃないぞお墓ですよね時代遅れですその考えと誰がおじさんや時代遅れですおじさんじゃないぞ宇宙人との交信を図るそのテレパシーを受け取るものだとこれされてるんですね、これなんか、そうこれもう中、墓あるとか思うでしょいけるそれ墓ないですピラミッドにはあるやつもあるけど、ないやつもあるてか、ピラミッドって意外とエジプトのイメージだけじゃん、うんうん、めっちゃいろんなところにあるから、実はで、まあこのピラミッドはその紀元前2500年に作られたものなんだけど、はい、こんな昔にね、すごい緻密に作られててこう、レンガをこう、1個ずつ積み上げられててもうね、今だからそのヘリとかあるからこう、上とかから見ればわかるんだけど、うん、もうとにかく計算がもう完璧なのそんな時代にこんなピラミッド人間の手で作れるわけないってそのピラミッド研究家のボルダー博士がボルダーなんつってでしかも、うん、このピラミッドをどんぐらいの年数で出来上がったかっていうとこれたったの20年で出来たって言われててそれは無理やろっていうだってあれよ奈良の大仏とか多分20年ぐらいか多分あれも、そう考えたらデカさもねスケール全然違うしかもさらにもっと昔だけだから大仏の時はそれをたったの20年で作れるのはもうありえないっていうことからまあこれも宇宙人が作ったんじゃねと言われてるわけですねでもその20年っていう月日がリアルすぎて頑張ったんじゃねえかないやじゃあ20年無理よ俺が1年とかやったらうわでも1年なんてもう信じる価値もないですよもういや宇宙人だからすぐできたんじゃないか宇宙人でさえ20年かかったっていうあーいやまあいやそれは宇宙人過信しすぎだわそれはすいません嘘それは宇宙人宇宙研究家のことですそうですよ以上が今回紹介した5選でございますなるほどねまあ結構広めに行ったからちょっと、うん、まあそれぞれ情報浅いみたいなところあるかもしれんけどちょっとこれをきっかけにね、うん、ちょっといろんなものに興味を持っていただければなっていう思いですね宇宙研究家からの思いそうですね宇宙人っつったらやっぱ結構うさんくさいイメージもあるじゃないですかいやまあ俺は信じたいけどねああ俺結構信じてる、うん、だって人間いるから今日紹介したその多建築物とかでもこんな昔からこんな高度な技術を持った建物を作れるのはちょっと考えにくいんですよねやっぱり、うん、昔にそんだけできるんだったら建築の技術がもっと上がっているはずだとやっぱ僕も思ってしまうわけなんですよ、うん、つまりそれは古代の技術なのではなくて宇宙人が手助けしたものつまり宇宙人の技術なのではないでしょうか信じるか信じないかはあなた次第ですありがとうございますということでございますなるほどなるほど被ることしかも同じトーンちょっと宇宙人っぽくなるほどいや本当いると思うよ、うん、思う昔のテレビで見たんだよ俺は911事件とか海外のでかい事件とか、うん、出来事の時に UFO の目撃談ってめっちゃ増えるんですよそうだねそうもうこれは信憑性高いんですよまあ0年から2000年までさもうすげえ技術って進歩したわけじゃん、うん、今でさえもう途中だけどさ飛行機で空飛べるようになったりとか、うん、そういうのいろいろできるようになったわけでこっからしか考えられないこと、はい、だからこっから先のもう1000年以前になった未来人が出来事に観光旅行しに来たよそういうタイムトラベラーってちょっと熱いよ、はい、ということで信じるか信じないかあなた次第なんでお前が締めるやん今お前がまだこう話してきてこっちの今短編の頃好きだ